はい、野沢洋でございます。これからですね、また新たな神社を攻め入っていきたいと思います。波原神社ですかね。ではゴーストワイヤー東京引き続きやっていきましょう。うわあ、これなんかまた出てくるんだろうなー。っていうかもう出てきてるし。あ、金楼学生か。やば。こいつ強いんだよなー。金楼惑星強い。お覚悟。ほら、いたー、やっぱり。ドーン。あ、部長さんいた。お覚悟。こいつ強い。お覚悟。あー、やっぱ部長さんいた。部長さん強い。お覚悟。部長さん強いです。強いというか硬いです。もういないよね。もうさすがにいないよね。よし、浄化。ここはないかな。あ、また弓ですか。また弓ですか。え、もしかして弓って お地蔵さんお願いします。困った時の神頼みか。でもご利益あったよ。あら、なんかまた新たなサイドミッションが。っていうかなんかガンガン。ん？うわ、部長さん。なんでこんなとこ来ますか？あ、ちょっと待って。お覚悟。
もうびっくりするわ、ちょっと先を急がなきゃ。部長さん、順調だ。あ、地蔵さん、あ、これ水なんだね。そうだな、ありがとうございます。なんかもうガンガン出てくるんですけど、これ言ったよね。じゃあ次はまた神社関係を攻めていきましょうかね。はい、というわけで一旦ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。